この出会いが美食をめぐる私たち4人の始まりでした。見ず知らずの私に美味しいご飯を恵んでくれるなんて、いやー助かっちゃいました。とても甘くて美味しい。食べれば解決ですよ。どうぞどうぞ。ちょっ、料理押しつけんな。この世界のありとあらゆる料理や食材を追求、探求し、みんなで楽しく食事をするギルド、さあ始めましょう。ここからいただきます。どんな美食が登場するのか、放送開始まで楽しみにお待ちください。